やっぱり山に住んでると違うんですかね、その辺の感覚が。こうもともと動物好きだったっていうのもあるんですけれども、うん、はい、それは僕と人は違うかもしれないです。この際の話ではなくなるんですけれども、意外と多くの日本人が知らないのが、熊本って地名があるように九州にも熊はいたんです。今九州の熊って絶滅させられちゃったんですよ、人間によって。四国もあと二十何頭とか、本当に限られた数しかいない、うん、日本中の熊ってやっぱり繁殖能力が低いのと絶滅させられちゃうんです、人間の気持ちとその政策一つで。でも100年後200年後、まあ、日本狼がいなくなった森を見て、昔は狼がいたらしいって僕らなんかロマンかのように語るけど、あとたった100年で昔は日本に熊っていたんだってっていうのはあまりにも寂しすぎると思うんですよね、うん、僕らが最後の世代になっちゃいけないと思うので、保護っていうのと、うん、生息数の把握っていうのを全力出していかないとなと僕は思ってます。